はい、今回はですね、ホンダの人気軽自動車 N シリーズのですね、N 版をベースにしたキャンピングカーをご紹介していきたいと思います。名古屋のホワイトハースさんが製造販売しております N 版コンポキャビン、こちらをですね、ご紹介していきたいと思います。私のチャンネルではですね、キャンピングカーやキャンピングトレーラーを中心にご紹介動画をアップしております。今回のこの N 版コンポキャビンにつきましては、軽自動車のベースのキャンピングカーになりますので、軽自動車のキャンピングカー興味ある方はですね、私の過去の動画も、軽自動車何種類かですね、アップしてますので、そちらもご覧ください。それではですね、車両右側、運転席側のですね、こちらの装備をご紹介していきたいと思います。このスライドドア入ってすぐこちらにですね、実はメインスイッチがあります。これメインスイッチ でこれがですね、メインバッテリーとサブバッテリーのですね、電圧計になります。
でこちらが 12V のシガーソケットとこちらがですね 100V のコンセントになります。で基本ですねこの 100V のコンセントに関しては先ほど映像があった外部電源のコードをつながないとここからね 100V は出てきません。でオプションでインバーターを設定されるとねここから出てくるようになります。そしてここがですねシンクになってます。引き出し式のこれ蛇口がついてますのでここでももちろん手洗いだとかねうがいもできますし、引き出して外側の方でですねキャンプ道具だとかねあとはワンちゃんの足洗ってあげたりっていうことがねできます。このシンクの上はですねこういうふうなちょっとしたキャビネットがあります。で小物を収納したりだとかさらにその上にもですね物を収納することができます。そしてずっと行って運転席助手席の上にもですねこういう風な収納スペースがあります。で軽自動車はどうしても室内が狭くなってますのでこういうですね収納スペースはねなかなか有効活用しないと狭くなってしまいますのでこのねこういう収納棚もね有効かと思います。そしてこのシンクで使う水はですね実はここの下にあります。ここにですね給水タンクがあって、排水タンクがですね実はこの下にあります。今これをね展開していきたいと思います。はい、ここにですね実は排水タンクが隠れております。はい、助手席側左側ですねこちらをご紹介していきたいと思います。 12V の LED の照明とこれはですねウェーブボックスといって電子レンジになるんですよ。はい、こういう風にちょっとね今物が入っているんですけどもこれね実は 100V の電子レンジではなくて12V の電子レンジです。オプションでですね 1.5kW 1500W のですね、12V の電気を 100V に変換するインバーターをつけなくても実はこのサブバッテリーだけでですねこの電子レンジは駆動することができます。ただやはりですね電子レンジなのでなかなか消費電力も、多いので、バッテリーの残量だとかね充電状態を確認しながら使わないと、バッテリーがですね非常に減ってしまうということになりますのでこの 12V の電子レンジに関しても、使うときはね結構注意が必要かと思います。はい、そしてですねこちらは、先ほど映像があったと思うんですけどもここのベッドの、マットの下に収納されているテーブルをですねここにかけてここにですねテーブルを展開することができます。はい、それではですねベッドに寝てみたいと思います。ベッドは結構広いですね。今私もここに足をギリギリつくかつかないかぐらいのところでですね足を置いてこう横たわってみたんですけども頭がだいたいねこの辺だったと思うんですよ。でやっぱりこっち側に遮るものがないので大人の方一人で寝る分にはね全然これ広いと思います。ただやっぱりこっち側はねそこまで寸法がないので、まあ、無理やりこう2人寝ようと思ったらなんとか寝れるんですけどもまあどちらかというとお一人様ですかね。マットもですねこれだけの厚みがあって割と、寝やすい硬さになってますのでこれはですねなかなかいいかと思います。はい、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。少しでも参考になりましたらね高評価の方とコメントチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、ご視聴どうもありがとうございました。
Thank you.